はい、こんにちは、てっちゃんです。本日もドラゴンクエストタクトやっていきましょう。ストーリーですね、15章プラチナ杯、そしてプラチナ杯まで来ました。15章1話、さあプラチナ杯へ。プラチナ杯頑張ってくるのよ。若い者が励む姿を見るのは良いものじゃ。メモっておるぞ。みんなが応援して送り出してくれたのに、なんだかちょっと、寂しい気持ちになっちゃったの。ホームシックってやつかもしれないね。そんなのには負けないの。悲しい顔は見せないの。笑顔で頑張るの。あーモナン、急ぎすぎだよ。氷が効きそうだね。あれだ、宝箱もあるね。あ、出ちゃった。しまった。よし、スクロールでいきましょう。バギマは効かない。ライデインも半額か。よし、じゃあ落ちちゃいましょうね。よし、前に出てライディング切り、半減か。激しい炎も効かないか。まあ行きましょうか。あ、分回しでよかったか。失敗したね。ヘドルコ、キャダルコ効きそうだね。はい、お、暴走、嬉しいね。戻される。さあどうしましょうかね。ヒャダルコですね。二人いっぺんに行きたいね。はい、さあどうしようかな。レギュラマ弱点か。じゃあこっち倒すんですかね。はい、バギマも半、あ、こっちでいいかな。はい、あ、宝取りってもいいんだよね。ちょっと待って、宝取りってもいいよね。雷神半減、分回しにしましょうか。ちょっと出れないか。分回しでいいね。はい、ヒャダルコ弱点。はい、ギラ、宝を取りたいね。待機、まあ待機しましょうかね。こっち行きましょうかね。はい、待機。宝が取りたいよ。はい、古文書台、レギーラマ届かないね。届くか。あ、届きますね。はい、ライデインは届きそうだね。はい、よし。ステージクリア。お、仲間来たよ。
ピートギズモ覚醒ですね。15章には逃がさない、あ、スライム系だね。さささ。あ、はぐれメタルなの、修行の成果を試すときなの。私とかけっこ勝負するの。わー、ギラ。あっち、熱いの。やられたまるか。負けないの。毒系がいるね。さあどうしようかな、どうしようかな。あ、こっちも行くわ。どうしましょうか。これでいいかな。はい、これで行きましょう。灼熱弱点だね。行って、はい、少しでも減らしたい。レギュラーも弱点、はい、バギマ大電、バギマ効かないか。こっち出て少し与えておきましょうか。こっちで出てみようかね。はい、待機、様子を伺っている。さあどうしよう。キャダルコ、キャダルコ効きそうだね。はい、まあ、はぐれ見たら最悪に逃げられたっていいよね。危ない、毒攻撃されるめんどくさいからな。さあ激しい炎、こっち行きたいね。はい、でベギラまでやっつけると。はい、ライデン、あ、こっち殴っとこうかね。シュ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 、戦うにして、はい、あー、ダメか。激しい炎、雷神斬り、分回ししようかな。当たれ、よっしゃ、当たった当たった、いいよ。キャダルコ効くね。はい、よし、どうしようどうしよう。こっち側に回って灼熱、はい、でどうしようかな。これはこっち回ろうか。それで、待機でいいかな。はい、こっち側にじゃあ移動しましょうかね。はい、おいよいよ、でこっち側に来て分回ししましょうか。あ、当たんないか。さっ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 さ、キャダルコ届くかな、届かない、届かないか。じゃあ待機でいいね。痛いな、メラ、メラ痛いね、これちょっとやばいね。こっちへ行こうかな。こっち側、ああ、ここで行くか。ここで行こう。当たらない。ベホエミ行きたいね。で、こっち側、ああ、こっち側かな。はい。
当たらない。これでもダメか。激しいでいいね。で、いや、さあどうしようか。こっち来て、こう来る。当たらない。困ったね。デフォイミ。こっち側来て、はい。当たらない。待機しましょう。いや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 、めんどくさい位置に入っちゃったな。こっち側回り込んで、はい。いや困ったねこれね。あと1。あーそっち逃げちゃう。参ったねこれね。待機しようか。こっち行って当たってくんねえかな。こっち側回り込んで、はい、いいんじゃない。もうそろそろもういいんじゃない。ベフォーミーですね。届かないか。届かないね。自分にしちゃおう。ここも何もできないんだね。はい、こっち側来てこう。よし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 、やっとだ。じゃあダルコ、届くね。はい、倒せました。さすがハルグレーメタルなの。素晴らしっこいの。私もあんな風になりたいの。無理だと思うけど。それにしてもかけっこ勝負のおかげでいい運動になったの。それは確かに。モナンまた強くなったんじゃない。そんなことあるの。どんな魔物も怖くないの。さあさあこの調子でプラチナ杯もマスターリーグも優勝しちゃうの。母モナンのああいうところなんだかんだ、言って頼もしいな。僕も君の力になれるよ。もっと頑張るよ。さあ行こう。はい、ステージクリア。ちょっとかかっちゃったね。お、はぐれまたの仲間なれ。ならない。はい、猫窓覚醒ですね。15勝3はプラチナ杯の道のり1。宝箱とかいらないんだけどな。気が散っちゃってダメだね。壺だね、宝箱じゃなくて。さあこれは正面、挟む感じになってたね。どうしようかな。まあこれでいきましょうか。どっちがいい。ヒャダルコ弱点だけど灼熱のがなんか通れそうだねこれ。いやー MP 考えちゃうな。さあどうしよう。ベギラマですね。半減。こっち行きたいか。じゃあこっち行こうか。こっちとかは、あ、毒やってきそうだねこれね。毒やってきそうだねこれ。バギマ、バギマで行きましょうか。はい、ちょうど倒せない感じだね。激しい炎無理だからこっちで火炎でもいけるかな。
よし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 。お、コイミートは助かったね。さあどうしよう。キャダルコ効かないかな。行くね。こっち倒しちゃおっか。はい。よし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 。頭数減らすの大事だよこれ。さあそうそう、壺を意識しながら動きたいね。うまし。さあどうしようかな。ヘルコンドルであっちを狙いたいかな。じゃあね、灼熱ですね。さあ、おしよしよしよし、いけるよ。小さなメダル、バギマですね。はい、よーしよしよし。さあ、復活上位ですね。ヒャダルコ、ヒャダルコ、メラミ、イオラ、イオラでいきましょうかね。いいよ。うん。さあこっち側に移動して、ヒャダルコ、ベギラマ、半減か。半減でもいいでしょう。さあ届くかなこれ。ん、届かないよね。ああ届かないね。バギマですね。バギマの方が弱点だったか。よし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 。はい、ステージクリア。宝も取れたからよかったね。15章4話、プラチナ杯への道のり2。お、いきなり戦闘だね。トドマン来たよ。あ、この3人だけ。これラリフォーマーとかやってきそうじゃない。これどうしよう、どうしよう、どうしよう。ドラゴンも出れないよな多分な。じゃあこれでいきましょうか。ヒャダルコどうだ。ベギラマ半減。ヒャダルコ、ヒャダルコ、ヒャダルコ。え、なんでそうなっちゃう、なんでそうなっちゃう。あー撃っちゃった。しまった。まあいいか、しょうがない。ベギラマ半減か。あー、じゃあスクートにしよう。はい、で次バギマ打ちたいね。バギマ、ほら弱点いいね。よし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 。で前に出て激しいが届かない。待機しようかな。はい、来た来た来た。ラリホー来た。はい、ラリホー来た。はい、体勢ガバガバ。ヒャダルコ、あーユーラ、うーん、どうしようかな。ヒャダルコ、メラミ、ユーラ、ヒャダルコでいきましょうか。いる。ベギラマ、あ届くよね。倒しましょう。出てって分回し、あちょっとどっちがいいかな。ライジンギーですね。ほら3枚抜き。
ちょっと残るね、ちょっと残るね。じゃあ誰これ行ってみましょう。あ、倒せなかったか、倒せなかったか。あ、まだ眠ってる。よし、はい、眠ったまま。よしよし、まあこれ大丈夫でしょう。はい、ステージクリア。15勝後はもうすぐプラチナ杯、ボス戦ですね。ふう、今日はここで泊まっていこうか。いろんなモンスターがいるの、みんなプラチナ杯に出るの。ここはプラチナ杯の会場に一番近い町だからね、休んでいくモンスターも多いからね。あ、見てなの、てっちゃん、あっちに美味しそうなものがあるの。こっちにもあるの。腹が減ってはバトルはできぬ。美味しそう、美味しいものいっぱい食べるの。お、お前があの噂のてっちゃんか。はい、会えて嬉しいぜ。そうか、お前もプラチナ杯に出るんだな。ここで会ったのも何かの縁だ。手合わせしてもらうぞ。状態異常はなさそうだ。ルカーンで守備力が下がった仲間は物理攻撃を受けないようにしよう。そうだね。さあどうしようかな。ここは一旦待機しようか。向こうに出てきてもらおう。でここはスクールとかける。待機し、あ、ちょっと待って、スクールと2枚よくしよう。はい、いいよ。待機させてもらおう。うん、あ、届く、届くの。はい、待機。はい、いいよ、いいよ、いいよ、よしよし。あ、あ、結構効いちゃったね。さあここからだ。何が効く。キャダルコ、キャダルコ。え、ルカなんてあれだよな、踊る宝石やってくんだよね、多分ね。こっちじゃあ行こうか。はい、ベホイに回復させてもらおう。はい、バギマ、そっちが弱点か。こうで行くか。じゃさあこっち前へ出て、激しい炎で、あー、ダメか。あー、どうしようかな。ぶん回し、ぶん回しでいきましょう。ぶん回しで、あ、うまいこと何でもよかったかな。ギラ、あれ、ルカマンって誰がやってくるの。キャダルコ、キャダルコ。ちょちょ、あ、いけないか、いけないか。こっちは、こっち狙おうか。じゃあ、いいよ、暴走、いいよ。うん、はい。あれ、ルカマン誰がやってくるの。さあ、どうしよう。ヒャダルコですね。ここで、ここですね。はい、はい。レギュラマですね。はい、バギマ弱点ですね。はい、ここで分回し効きますね。いいよ。さあヒャダルコ大弱点。あ、ちょっとずれてなかったね、失敗したね。痛い。
ヒャダルコですね。圧倒的ヒャダルコだね。よーしよしよしよし。いい戦いぶりだぜ。てっちゃんの戦い、直接肌で感じられて感動した。俺はまだまだ だって思い知らされたぜ。お前たちみたいに強くなってみせる。うん、私たちを見習って精進するといいの。夫婦てっちゃんが有名になってるととっても嬉しいの。プラチナ杯で勝ってもっともっと有名になるの。はい、ステージクリア。15勝6はプラチナ杯第1試合。お、いよいよ来たね。第1試合だって。プラチナ杯。さあ来たな、プラチナ杯頑張るの。お、悪魔来た。やっぱりあなたも来てたの。元気そうでよかったの。お、元気ないよ。悪魔なんだかいつもと様子が違ったね。うん、お腹痛いのかもしれないの。なんか悪いものでも食べたの。そうじゃなさそうだけど。さあ準備はいいか。キラッキラに輝くバトルを頼むぜベイベー。あ、試合が始まる。急ごう。さあ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 、はい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 。どうしようかな、どうしようかな。これは前出れるね、出ていけるね。こうしようか、こうしましょうか。はい、行きましょう。うん、ヒャダルコ、ベギラマ、ベギラマ、灼熱、うん、ヒャダルコ、ヒャダルコ、どっちから狙う、どっちから狙う。こっちから行くか、こっちから行くか、こっちここが楽しいよね、いつもね。どう戦略いくかって楽しいよね。ちょっと待って、ここでこうさせてもらいましょう。スクルト、はい、バギマ、弱点、こういきましょう。はい、前出て待機。さあ、うん、ぶん回し痛い、痛いな、なかなか。ヒャダルコ弱点、弱点いるね。いけるかな。よし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 、一匹倒したのは痛い、大きいよ。ダメだが飛んでくるよね。さあ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 、ヒャダルコ、ベギラマ、ベギラマ、あー、レギュラーはとりあえず2体いっちゃった方がいいよね。回復デホイミ、バギマ、ちょちょちょ、こっちから撃とうよ、こっちから、こっちから撃ちましょうよ。はい、さあドラゴンは出て、激しい炎倒しちゃっていいよ、倒しちゃっていいよ、ありがとう。よし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 。あ、危ねえ。さあどうしよう。ここヒャダルコ、ヒャダルコ、ヒャダルコ、メラミ、リオラ、弱点なんだが、あ、届かない、届かないね。ヒ
ャダルコ、どうしようか、こっち狙いたいね。はい、ドラゴンは氷河、うん、さあこっち出て灼熱2枚いく、いいよ、よしよしよし、ここは行っちゃいましょう。ゴッサンゴール、レギュラーまで倒す。てっちゃんチームの勝利。おっと、こっちのリングでは悪魔チームが完膚なきまでに相手叩き直し、お、やるじゃないか。ははは、この悪魔様の前に敵はなし。ほらほら、もっと悪魔様のために気張って戦うんだよ。う、は、はい。お、こっちに寝返ってもいいんだぞ。ひどいな、悪魔なんてことしてるの。悪魔が誰かを操るってことは、これまでにもあったけど、あんなにひどいの見たことないよ。悪魔どうしたんだろう。ステージクリア。15勝7話プラチナ杯第2試合。さあプラチナ杯第2試合バトルに、なんとか思いが相思相愛。今回もいいバトルをしたやつには王様からさらなる商品があるって話だ。みんな張り切っていこうぜ。おー、やっぱり商品が増えるとなると張り切るモンスターも多くなるね。気を抜いてられないな。どれほど、張り切っても私たちの張り切りには勝てないの。なんつう言い草だこれ。動く石像、硬そうなんだよねこれね。さあどうしよう、今回も前出よう、これ前出よう、前出よう、前出よう、こっち側で行こうかな。はい、タダルコ、デギラマ、あーダメか、ダメか、いまいち。じゃあスクルートかけましょうかね。はい、バギマ、あ、バギマは効くね。行きましょう。ドラゴンは1個出て、待機、うん、よしよし、来た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 、よしよしよし、ミスが多かった。ここでバイシオンかかってくる、これは怖い。動く石像倒したいね。半減、イオラ、イオラ、メラミ、メラミいっちゃうか、いっちゃおう、いいな、メラミいっちゃおう。うん、どうする、麻痺、麻痺、まあ麻痺られた。こっちはなんか毒っぽいの来たよこれ。こっち来て灼熱引くよこれ。よしよしよし、2枚目、よし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 、よし、ビホイミ、動けない。ドラゴンが出てぶん回しでいい。さあ乱れていい、これでいい。さあどうしよう、イオーラ、イオーラ弱くなったね。こっち狙いたいね。キャダルコ、キャダルコ痛い、なかなか痛いね。あ、これも倒せない、倒せない、
でもこっちやろう、こっちやろう、あっちはドラゴンがまだいる。こっちだね。さあドラゴン来い。ドラゴンじゃないか、こっちか。バギーマ、バギーマ。あ、ライデンは？ライデン効くじゃないか。こっち行って、ドラゴンの分回し入れたい。分回しを入れたい。よし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 。で、イオラ、はい。いいよ。痛い。先のですね。はい。よーし。てっちゃんチームの勝利。もうまばたきしてる暇もないぜ。おお。ふむ、てっちゃん、やはりあの者の力は普通ではないな。そうですね、王様は今回お忍びなんですから試合に夢中しすぎないでください。む、す、それ言いすぎとは言わんのか。あの者の力に何かを感じるのは王様だけではありませんから。やはりそうか。このプラチナ杯で処理するだけの力があるならば、あやつは本当に。なんだ、ステージクリア。15勝8位はプラチナ杯準決勝。お、来たよ来たよ。あと2試合か、準決勝決勝だけか。てっちゃんさん、かっこいい。おお、もっともっとバトルを見せろ。俺にも戦わせろ。準決勝だっていうのになんて盛り上がりだ。これは決勝戦が恐ろしいぜ。さあさあ、次ならバトルはどうなるか。目を離しちゃダメだぜ、チェキラ。ギガンテスじゃん、ギガンテスじゃん。これどうしようかな、どうしようか、どうしようか。これ一旦待つ。一旦呼び込んでもいいよね、これね。待機しましょう。で、スクルト、スクルトしましょう。で、スクルト2枚掛け。待機。うん、怖い怖い怖い。あ、出て攻撃してもよかったかな。危ない危ない、そんな量変だ。危ないよ。さあどうしよう。灼熱、あ、そんな効かないか。デギラマ、キャダルコ、効かないね。さあどうしよう、どうしよう。ギガンテスがなんか怖い気がする。灼熱、ドラゴン前出したいね、これね。どうしようか、ドラゴン前出して盾にしたいね。どうしようかな。効くやつやっていきたいね。こっちからこっち、うん、これでいこう、これでいこう。よしよし、壁を使いながらやっていく。ベギラーも効かないんだよね、効かないんだよね。ここでこうは届かないよね。危ない危ない。じゃあスクルトもう一枚掛けしちゃおう。3枚掛けだ。バギマ、バギマは後ろの人らに効く、効く。ライデンは、ライデンはどう、ライデンはどう。ライデン効く、ライデン効く。あー、絶対狙われるよねこれね。ちょっと下がっときましょう。ちょっと下がっとこう。でドラゴンが出て、これはここ行くしかない。はい。分回し。よーし。ドラゴンが壁になってくれ。いいよ。うん。
うん、いいよ。いいよいいよ。うん、いいよ。これだったらいいよ。はい。どっちがいい？あ、いいオラ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 、いいんじゃない？いいオラ、いいんじゃない？あー、そうか、そうなんだ。なかなかいいオラでね、複数に当たらないね。デギラマ。うん。よし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 。いいよ、ドラゴンの壁。さあ、どうしよう。何が来たんだったっけな。灼熱。灼熱。こっち側で、こっち側から灼熱しましょうかね。はい。よし。ベホイミ。こっち側出てこれでいいかな。はい。あー、でもあんなもんか、回復量。雷電効くよね。はい、いいんじゃない？え、うん。よし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 。はい、もちろん分回し。よし。いや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 、2枚。痛い。あ、休み。休みなんてのがあんのか。キャダルコ、イオラ。どうしようかな。こっち行こうか、そろそろ。どっから打てんの、イオラって。こっから打とうか。危ない。灼熱、キャダルコ、キャダルコ、ベホエミ、ベホエミなんだけど、この辺からいけない？ここからいきましょうかね。ベホエミ、バギまで倒す。よし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 。よし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 。耐えるよ。で、イオラ弱点。ちょっと なんでそんな動くの？よし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 。いいよ。何が効くかな。キャダルコ、レギュラーマー、キャダルコだね、効きそうなのはね。こっちからじゃあこういきましょうかね。はい。こっち行ってベホイミですね。こっち行ってバギマ、バギマ届かない位置にある。届かない。じゃあスクートかけましょう。さあ前出れるよ。はい、分回し。いたかろう。こう出て、これ待機。はい。灼熱。よーし。てっちゃん、今回もしっかり勝ったみてえだな。あ、悪魔。けどいつまでその調子でいられるかな。行け行け。ほら、ショーウェドもとっとと行くぞ。はい。無理やり引きずって歩くなんてひどいの。やっぱり悪魔おかしいの。一体どうしてあんなことに。はい、ステージクリア。5体以内がダメだったか。15勝9話プラチナ杯決勝戦、ついに来ましたね、決勝戦。さあ行きましょう。来たぜ来たぜ来たぜ、プラチナ杯決勝戦。さあ私たちの相手はドイツなの？おい、こんなチビどもの相手を俺様にしろってのか。口
ち応対戦じゃねえ、お前の仲間がどうなってもいいのかし、分かってる、やればいいんだろう、やれば。お、なんだ、どうなった。お、アームライオン、キングレオじゃないね、アームライオンだよね。こんなチビども俺様が本気になるまでもない。ただちっちゃいけどここはでっかいの、どこからでもかかってくるといいの。太陽だけは一丁前ってか、口だけじゃねえかどうか 見るだけ見てやる。ふん、そうやって油断してるといいの。ふぐ油断してるのはどっちだ。アームライオンか。あ、ストーンマンが守りに入んのかなこれ。あ、いや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 、出ようか出ようか。これはなんか何だ、出ましょう出ましょう。これはよし、行きましょう。アームライオンが本気を出したら全員で集中力しよう。やっぱりそれ系だよな。前に出てどんどん行かなきゃダメなパターンですよこれね。ヒャダルコ、ヒャダルコ、ヒャダルコ、どうしようかどうしようか。危ない、あー悩むな。でもな、ベギラマ、ベギラマ、灼熱効かないもんね。よし、行っちゃいましょう。ここも行っちゃおうか。レギュラーの半減か。こっちが来てここで行きましょう。スクルートしたかったけどね。でバギマは効くでしょね。ストーンマンには効くんすよこれ。はい、ストーンマンも寝返される前に行きたいところだね。はい。お、やる気がないよって、やる気がないよって。ヒャダルコ、うん、痛いね。なかなかここがどうだ。あ、よしよしよし、ミスは大きいよこれ。メラミ効く。ヒャダルコ、ヒャダルコ届かないよね。え、イオラ、イオラも届かない。メラミ、よし、とりあえず行っちゃいましょう。少しでも削ろう。うんうん、ルカナン、ルカナン身代わり来た来た来た、身代わり来た。さあどうしよう。これ灼熱、灼熱どうしようかな。ヒャダルコ、ヒャダルコ行きたいねこれね。どうしようかな。ベギラマ、灼熱、灼熱行きましょう。これもうアームライン集中行こう。ベギラマ、レギュラー、まあ、え、誰か、あ、こっち食らってんのか。もう一旦耐えられるかな。もう一旦耐えられるかな。どうかな。バギマ、バギマ。これは当てていかないと。ちょちょちょ、こっちこっち。二人行って、二人分食らってくれ。倒せなかったか。こう行って、ぶん回し、ぶん回しいいよ。よしよしよし。あ、来ちゃった来ちゃった。本気になった。動かないよね。動かないよね。ベギラマ、はい。ここが、これが痛い。危ねえ。耐えた耐えた。耐えたよ。これ当たる？え、当たんないか、当たんないか。イオラ。イオラ。こっち、行っちゃおう。ここだね。うん。ここが、あ、やられた。これはこれはどうしようか。ベギラマ、え、ちょっとベギラマ行きましょう。来た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 、やられた。バギマ、ライデイン、ライデイン、
ちょっと待って、変に並ぶとまずいよね。ここで、あーまずいよね。あーまずいよね。これでいいか。でこっち出て、分回し、はい。いやーどうだこれ。これどう、これいけんのこれ。やばいやばい、この並びがやばいって、この並びがやばいって。あ、これいい。よし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 、とりあえずあまあまあいった。よし、耐えてくれ耐えてくれ。さあどうしよう、ライデン弱点。さあドラゴン前出れる、分回し、よし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 。さあどうだ、次どうだ、どう出る。あードラゴンだ、ドラゴンが。イオラ弱点、ヤダルコ、イオラだね。ちょっと被らないように、被らないように、被らないようにいきましょう。嘆きの亡霊、これはもう挟んでいくしかないね。あ、この角度いいね。どうだどうだどうだ、これでいっちゃうんじゃない。いったよ、いった、やった、やりました。危ない、優勝やっぱりこいつら、てっちゃんチーム。やべえ、このままじゃ全部の宝玉はあいつの手に。てっちゃんよく頑張った、王様お前たちの頑張りを褒めていたぞ。さあこの宝玉を受け取るがよい。すごい、これまでのものより光り方が激しい、あったかくて不思議な光なので。他の宝玉も光り始めてるよ。お、ドラゴンボールかこれ。むむ、急に天気が、お、ドラゴンボールじゃないこれ、シェンドン出てくるんじゃないこれ。あらあら、どうしたの、なんか様子が変よ。この空気は少々、想定外ではあるが、これはこれでちょうどいい。宝玉の光が強くなるにつれて、どんどん空が暗くなっていってる。それに何だろうこの感じ、ここがゾワゾワするというか、辛くともなの、私もなの、一体何が起きてるの。うん、お、壊れるよ。おおおお、続く魔物の群れやっつけた、ステージクリア、やりましたよ。危ない。現在公開されているストーリーここまでです。装備クエスト超級やバトルロードに挑戦しよう。あーよかったね、危ない。はい、そういうわけでなんとかストーリーはこれで全部ってことだよね。うん、アップデートで追加されていくんでしょうけどね。なんとかクリアできました、よかった。はい、では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。